セレクトアゲーム。というわけで、スーパードンキーコングをやっていこうかと思います。一応、昔プレイしたことはありますね。クリアしたかどうかちょっと覚えてないです。まあ、さすがに、何年だっけ ?1994 年か。うん。だと。あ、これで。これは中間ポイント。これはサイかな？あ、落ちた。やっぱりもうこの年になるとね、アクションゲームはね無理な気がしますね。ここ落ちないようにするにはこうジャンプして。違うな。今、ジャンプ。というか、下手にも程があるな。これはダチョウかな？ああ、飛べるのか。これ、90秒あるの。結構長い時間あるけど。これは、コインみたいなもんかな。100で、奇数が、残奇数が1増えるような感じで、これ、これ罠かな？落ちちゃうんだけど。あ、大丈夫だった。なんか変に立ち止まったりしなければ。コング。ああ、これで。ああ、怖い怖い。最初のステージをなんとかクリアできて。2番目のステージ。早速これ雨降ってるんだと思うんですけど、画面が見づらい。そして、なんかこの辺り叩くと、こっちは出ない。ここは出る？出た。あ、やられた。あれ？あ、出せた。ものすごく視界が悪いですね。ちょっと年寄り、年いってるとちょっと辛い、この視界の悪さは。いや、年関係ないか。いや、あるか、わからない。
今後ろからやられたのか。あれ今踏めなかった。ボタンでチェンジして、おっと危ない。あれは蜂かな、さっきここでやられたんだっけ。あ、あれ取ろう。フランキーコングの小屋。今出かけようと思うておったところじゃ、つまりじゃ、タル大砲の谷ではじゃな、タルではなく壁、あれ自動で、転がり攻撃でスピードが上がる。転がり攻撃っていうのはディディコングが使ってるあれかな。いや、ドンキーも使えるか。ちょっとドンキーで。これか。あれ今なんか水が流れるような音が。これかな？こうか。あれ？こうですね。こう。ああ、こう。うん。ただなんかディディコングの方がやりやすい気がする。バナナを取って、あー、この BGM、あー、聞き覚えありますね。あ、こういう結構隠し通路的な、隠し通路？隠し穴？これは戻ってきたのかな。いや違うな。なんだあれ、ヘビ倒すとき、なんか水の音みたいな感じがするんだろう。サンゴの海。ああ、海中ステージか。ありましたね。水中ステージはこの上下の位置が非常に難しいんですよね。個人的に。どうなんだろう。他の方もそこを難しく感じるのかな。下？あ、これは、うん、こんな、仲間がいたの覚えてるんだけど、うん、これで攻撃だな。これなんだろう？シャチではないか。あ、あれ取りたい。取れない？あ、どっか行っちゃった。これは中間ですね。お、騙されたか、これ。いや。これは怒っ、あ。倒せた。
上行って、上は？あ、なんか真珠みたいなのを飛ばしてくるのが、一個抜けてますね。ファンキーコングの小屋。ん？あー、ステージを移動できるですか。多分今レベル1って出てたので、多分レベル2とかレベル3のステージにもいるんでしょうね。で、戻ってこれると。あれ、ここのステージの名前 見るの忘れたな。ここは落ちるかな。ちょっと難しくないですか。これはこうか。これ絶対失敗したら落ちるやつだな。とりあえず中間ついた。おっと、今ちょっと危なかったの。これ乗った方がいいかも。いや、乗らなくていいか。ちょっと待って、これ落ちるやつだな。これは乗って、はい。これ難しくない？最初の、ちょっと待って、これは、こうか。今、失敗したけど、なんとかだった。こう。こう。こう。はい。うまくいったか。ちょっと今ソフトの操作をしてました。キャンディー、セーブポイント。10分、動画の時間が14分なんだけど、10分か。あ、ボス、ほら、踏めばいいのかな。あれ、今あれ踏んではダメなタイミングがある。ここは踏んで大丈夫。ここが大よくわからないけど、とりあえずレベル1はクリアした。どうしよう、続けるか。ゲームオーバーになったら終わろうかな。もしくは途中でちょっと力尽きたら、力尽きたらって言い方はなんか変だな。ちょっと体力が尽きたら
これはこうでこう、ね、変える埋める、なんか特殊技は、ジャンプ力があるのかな。あ、どっか行った。あ、これは、結構なんかあの、残機増えるんで、やられるっていうか、案外ゲームオーバー、あれ今敵踏めなかったな。さっきここの上行ったんだよな。もう一回行けんのかな。あー、でもそっか、あれがあのカエルがいないから届かないのか。ん、今なんかやった。うん、増えた。落ちそう。あ、ゴールか。マインカートコースター。あー、なんか、トロッコ的なやつがあった気がする。入り口に、あの、この、タルアルの、新設設計ですね。あれ、B でジャンプかな？ちょっと待って、これは、あの、反射神経が試される。あと、タイミング。ちょっと、あの、年寄りに、こういう、これは過酷な気がする。反応できないよ。難しい。とりあえず、中間来た。あ、あれ当たるとアウトなのか。あ、これ、無理な気がする。まあ、ここであの、補充できるのは本当に親切なんだけど、ここが難しいんだ。あ、今のは、押せてなかったのかな。まずここを気をつけてって言おうと思ったんだけど、気をつけ。一気に残機が減っていく。ここが難しいんだよな。これ絶対若い人じゃないとクリアできないと思うんだけど。あ、ここで補充は嬉しい。いやー、反応できないよあれは。もしくはあの覚え系かな。難しいです。まずここ、で、なんかあったっけ。さっきもなんか同じとこでやられた気がするな。あ、全く意味がなくなっちゃった。はい。
これは無理じゃないかな。どっから敵来たっけ？この辺だっけ？はい。で、ジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、タイミングがちょっと早かった。やっぱり、覚えきれないし、覚えたところで反応ができないの。まずここ来るの分かってるのに、ここ。難しすぎるな、これ。で、今のはちょっと。で、この辺り来るよね。はい。で、ここでジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、このあたりで、あと、これは積んだかな。まずここが難しい。ジャンプ、ジャンプできない。なんでジャンプできなかったんだろう。反応が遅かった。ここはジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプできない。なんでジャンプできない？ジャンプ、ジャンプ、できた。ここさっきもやられたな。で、まず最初の難関がここで、次が、ここで、で、ここでジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、ジャンプ、ジャンプ、反応ができなくて、ジャンプができなくて、ジャンプ、ジャンプ、風船取りたいんですけど、なんか取れないんですよね。あ、早かった。多分これはもう無理だな。
ダメだ、全部覚えてられないな。そして覚えても反応ができない。ジャンプ、ジャンプ、なんで？あ、取れた。取れたけど。いや、これは無理でしょう。ちょっと難しいなぁ。この辺りだっけ？はい。で、こうで、こうで、今のは、多分ギリギリだから、ジャンプができなかったのかな。ここもちょっと早めにジャンプした方が良さそうではある。で、ああダメだなーこれ。反応できないのがちょっと、ああもうダメだーこれは。でどのあたりで来るんだっけ。こうか。ああ怖い。こうでこうで、はい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 、当たっちゃった。いや来るかとは思ったけど反応できないよあれは。風船取るのも結構難しいな。え、今のアウト？あ、ダメ。もうこれはクリアできる気がしないですね。もう何度も言ってるけど。ジャンプでしょ？ジャンプでしょ？ジャンプ、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 ジャンプ。
や、ここはちょっとタイミングが難しかったな。そろそろ来るか。クリアできたけど、クリアできたけど、もう残機がない。あっと、びっくりした。脅かすのやめてくれ。ちょっと待って、ディディコングがいないので、あ、そこアウトなのか。これまだ大丈夫？上行ける？行けないか。ここのステージは親切じゃないな。タイヤ転がせる？タイヤ転がせてもな。あ、そっか、これが取れるの。いや、普通に取れるな、これ。転がして、いや、意味はないな。これ気をつけて、あ、もうどうせ。うん、ここで終わりそうだな。まあ、さっきのあの、トロッコみたいなところクリアできたから。うん、ゲームオーバーかな。ゲームオーバー。どっからになるのかな、これ。あ、